皆さんこんにちは、マンダルゲルフィジです。では今回はギレンの野望ジオンの系譜ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回は宇宙で連邦軍の反攻作戦、これを阻止するためにガトーの部隊で迎撃戦を行って見事に撃破できました。今回はその続きになります。残された連邦軍の拠点はですね、地球上ではジャブローのみ、宇宙ではルナ2のみというふうに追い込みをかけてきていますが、一方でですね、技術力があんまりうまく投資できていないところもあるので、しばらくはですね、のんびりめにプレイをしながら研究にお金をね使っていきたいなというふうに思っています。特別作戦としてはルナ2攻略作戦をね発動だけはしておきます。これより我が軍はルナ2攻略作戦を開始する。これでいつでもルナ2に軍を侵入させることができるようになりました。ルナ2だ。各員の一層の努力を期待する。さあ地上の方なんですけども、地上の方はですね、まずランバラル隊、これ今アフリカに入ってロンメルの部隊と合流しましたので、このままアフリカ大陸の制圧戦を行っていきます。でシャアの部隊は大西洋を制圧してですね、この後南米ジャブローに上陸するための道筋をつけていこうというふうに思っています。3連星はドム部隊を率いて北米に上陸、メキシコを通って南米に進出するためのルートを確保してもらおうというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。宇宙はガトーとシーバあの部隊をうまく使ってルナ2攻略戦も進めていきます。敵エリアに侵入しました。ここは大西洋の攻略戦になります。敵の部隊の数あんまり多くない想定ではいます。こちらはですね、主にはシャアのズゴック隊ですね、これを投入していって一気に撃破していこうという作戦です。敵はどうだろう、ガンダムタイプがここに一機いるだけにしか見えないので、これはもう制圧ではなくてこのガンダムを倒しにかかっちゃいましょう。先日1年ぶり、厳密に言うと1年半ぶりになるんですけど、人間ドックに行ってきました。いつもだと夏頃に行くんですけども、今年はちょっとその夏のタイミングがですね、ちょうど予約するのが春頃になるんですけど、その春のタイミングがやっぱりコロナの影響もあってですね、予約しづらい状況もあって、今年は冬に結果的にですね、人間ドック行ってきたんですけど、久しぶりの人間ドックだと、自分のやっぱり年齢の加齢を感じますね。今年僕はもう38になるんですけど、年々数字を見てると体重が徐々に増えてきているというのもありますし、視力も落ちてきてるし、いろんな面でやっぱり年を取ると体に不調出てきますね。いつまでも動ける、体でいたいなとは思うんですけど、最近だとジョギングしすぎて膝も痛めてしまってね、なかなか思うように膝も動かないとかいうのもありますしね。これからね、まだまだコロナの影響も続くとは思うんですけど、できる範囲で、動いていきたいなとは思いますけど、とはいえですね、僕今ちょっと膝を痛めてから2日に一遍という頻度でジョギングしてるんですけど、ジョギングはね、誰に迷惑をかけるわけでもないので、このまま、続けていって、できればね、週に4日とか、もう少し頻度を増やして体重のコントロール、ウェイトのコントロールをしっかりしていきたい。もうランバラルがね、僕よりも年下で死んだっていうのが、もうちょっとあの絵面からすると、どうにも納得しない、できない部分もあるんですけど。あとは視聴者の方から教えていただきましたけど、シーマもね、35歳とかそういう設定だと、0083の時点になりますけども、そういう設定になっているよっていうのをね、教えていただきましたね。ではここは、南米沖ですかね、プレイしていきます。ここも敵の数は多くないので、制圧していくというよりかは敵を撃破して攻略を完了というふうにしていきましょう。
もう連邦軍もルナ2とジャブローにこもるっていうね、そういう戦略になってきているのかなとは思いますので、こういう攻めのチャンスの時には一気に領土を短時間で、労力をかけずに拡大していきましょう。で、収入が増えれば結果的に冒頭でお話した研究費ですね、これに使えるものも増えてきますからね。ここはヤザンとエルランがいたのか、まあ、エルラン能力はともかく高級将校なんで、倒すとねランクが上がりやすくなるというものはあるんですが、残念ながらパイロットはここにはいないかな。パイロットがいればね、ランク上げのためにエルランを撃破するのをそのパイロットに任せるというのも一つの手かなと思ったんですけど、ここはアクアジムを撃破して制圧攻略完了になります。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。続いてアフリカ大陸の制圧戦を進めていきましょう。ここはランバラル隊になります。あとロンメルの部隊もね、侵入してくれてますので、ここもサクッと制圧していきましょう。潜水艦がいるとちょっと厄介かなと思いましたけど、潜水艦は見当たらないんで、まあ、ランバラル隊で十分に倒せるでしょう。クランプはですね、撃破された後一度ザクに乗っていたんですけども、もう一回ドムに乗り直してもらってます。なのでランバラル隊は全員ドムに乗ったという状態ですね。まあ、ドムの砂漠戦仕様でいうとドワンジとかを作っておけばアフリカの制圧戦はもっとスムーズにスピーディーに進められたかなと思うんですけど、ドワンジを、ね、開発する余力が、まあ、そもそも資金的になかったというのもあるので、このままドムを使い続けてますね。まあ、それゆえに進行速度が、まあ、少し遅いので、まあ、このターンでこのアフリカ西部をね制圧完了するというのはもしかしたら難しいかもしれないですね。敵の数はガンダムタイプが、まあ、1機いるのは確認してますけども、全部で4個ですね、ユニットは展開してます。まあ、ランバラル隊のドムで攻撃を仕掛ければ十分に撃破できる敵かなとは思いますので、まあ、このままですね、アフリカの西部に関しては制圧戦を進めちゃいます。総帥、サイコミの実用化によってニュータイプの軍事利用は現実のものとなりました。ニュータイプの実戦投入の話が出てきました。これでシャリアプルが先制に投入できるのかなと思います。形勢は我らに大きく傾くはず。フラナガン博士に、まあ、ただ、まあ、シャリアブルが乗ったブラウブロ、あとは後にララーが乗ったエルメスとかね、ちょっとそういうニュータイプ専用の機体を開発するだけのまだ研究開発力を持っていないというのがあるので、まあ、先ほども話した通りですね、ここは研究にお金を使っていきます。まあ、できるだけ多くのお金を使っていきましょう。あと外交で良好な関係になっているところからはお金がもらえるんだったらお金を巻き上げていきます。逆にお金を払わなきゃいけないようなところはね、ちょっと今のこの金銭状況では厳しいところがありますからね。さあ、ここにはですねガトーがいます。しかも核武装したガトーですね、これもこの後ルナ2の戦線に投入するために移動しておきましょう。でルナ2に関してはですね、3方向から同時に侵入をしたいと思います。宇宙に、ここはシーマの部隊ですね。あとは海戦からずっとこのアメリカの上空で待機してくれている部隊、ここはねまだザクワンとかが残ってるんですけども、このまま攻略戦に参加してもらうという内容を考えています。そして連邦軍の反攻作戦を迎撃してくれた宇宙における主力部隊と言っていいと思いますが、彼らにもルナ2への進行ルートとしてですね、まずはこの宇宙1を制圧してもらおうというふうに思っています。では部隊移動して侵入していきましょう。敵エリアに侵入しました。
ここはルナ2への進行ルート、宇宙一の制圧戦になります。部隊の数はそれなりにいそうですね。ガンダムタイプ、あとはジム、ガンキャノンなんかの機影も見えます。これらを撃破しながら進んでいきましょう。味方の方はドムが13、ザクが8という戦力ですね。これだけの戦力があれば敵が多少強くても十分に倒せるかなというふうに、ね、思っています。でガトルは一部もう廃棄しました。で資源に戻したというところですね。なのでガトルの代わりにまたドムを、リックドムをね、生産していければいいのかなというふうに思っています。ではここから戦闘になりますね。戦闘中期に突入したところで敵に先制を取られていますが、ここを耐えて一気に反撃して数を減らしていきましょう。まあ、ザクに関しては、まあ、おとりというかね、あえて攻撃を受けて、破壊されたらドームに切り替えていくという運用を考えています。なので、まあ、ザクを前面に出して、ザクが攻撃を受けている間にドームで、敵を、ね、減らしていくという作戦です。これが戦い。ここにアムロがいるのか。僕がやられていたんだ。アムロに関しては要注意だな。どこにアムロがいるのかまず確認したいですね。ここにガンダムタイプがいる。これがアムロですね。では索敵しながら進んでいきましょう。とはいえ撃破されたら元も子もないので、撃破されない範囲というものをしっかり守っていきましょう。このアムロをどうやって倒すか、これもね一個課題にはなってくるのかなというふうには思います。なのでこのアムロをまずは袋叩きにしましょう。取り囲んでね、全体の数で言うとジオン軍のが有利な状況は変わらずというところなので、まあ、このままですね一気に部隊を進行させて押し込んでいきましょう。割と今回はね激戦になりそうな気配があるので、しっかりめに散布しながら進んでいきます。ここはザクと引き換えにアムロを撃破してます。僕には帰れるところがあるんだ。まあ、ガンダムなどこの後コアファイターになって生まれ出てきますが、まあ、それでもだいぶ違ってくるのかなと思いますので、これが貴様の力か。アムロザクと引き換えに撃破できたのが大きいですね。ジャミトフのサラギスも撃破してます。お互いの中で相手を選べるとでも思っていたのか。報告いたします。シャリアブルが木星より帰還しました。シャリアブルの木星からの帰還ですね。これはキシリアの元にシャリアブルを、まあ、スパイがてら送り込むというイベントになっています。ニュータイプであるお前には可能なはずだ。私がニュータイプですって。私にはそのような力はありません。貴様のことは、シャリアブル木星帰りという設定になってますけど、木星帰りといえばこの後でやっぱりシロッコですね。ゼータガンダムがガンダムシリーズの中で一番好きだというのもあるんですけど、まあ、シロッコはやっぱり得意な雰囲気持ってますよね。真っ白な軍服に身を包んで紫のなんか変な髪型してますしね。あとジオもね、モビルスーツ当時はあんまり好きじゃなかったんですけど、今見てみるとジオもねかなりかっこよく見えますね。あ、ジオってこんなかっこいいんだっていうのをね感じさせてくれる、まあ、そういう機体だなっていうイメージがありますね今となっては。では今回も研究開発にお金を使っていきましょう。外交でどうだろう、資金の援助要請して金を巻き上げましょう。協力しましょう。良好になった途端に手のひらを返して金を要求する。わかりました、協力しましょう。で木星船団なんかには資源を渡しておきます。援助していただけるというのですか。ありがとうございます。彼はきっと
木星戦団のね中心人物だと思うんですけど、何者なんでしょうね。無名の人物だと思うんですけど、ここまでのところ。遅ればせながらザンジバルはお金使って開発しておきましょう。今のところジオン軍で地球と宇宙を行き来できる、まあ、そういう機体持っていないので、まあお金を使ってここはザンジバルを作っていきたいと思います。ザクを何機か失いましたが、ここで宇宙一の攻略完了できそうですね。ソロモンではリックドームを今、いくつか生産のラインに載せているので、そのリックドームを補充したらですね、いよいよルナ2の方に攻撃を仕掛けていきたいというふうに思います。シャリアブルはまだニュータイプ専用機用意できていないので、リックドームに乗ってもらいましょう。まあ、それでもシャリアブルの能力があればですね、十分にその機体性能を生かしてくれるでしょうというふうに期待しています。シャリアブルの能力見ちゃいましょうか。こんな感じですね。射撃15、反応14は高いですね。ランク B なのでまだ上がる余地も残っています。階級は大尉です。はい、では今回少し短めですが、シャリアブルも帰還したということで、ルナ2の攻略作戦の陣容が整いつつあります。次のターンに進めたらですね、ルナ2の攻略戦を行っていきたいと思いますので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ルナ2の攻略戦を行っていきたいと思います。